こんばんは。しゃべくり松代第203回。今日は9月15日、敬老の日です。さて、今晩はエコールド松代クラブの活動をご紹介するシリーズで、9月の20日、21日に行われます2014秋の遊学文化祭について、事務局の半田弘子さんにお話しいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず今年の9月20日21日の主な内容をこれからお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、はい、では9月20日の土曜日からご紹介していきます。文部学校で行われます。次の3つは2日間共通して行われるんですけれども、文部学校一番奥の総実所では古武道の体験、休日所では弓道の体験、聖所では、髪の甲冑の着付けの体験ができます。はい、午前午後とできるものと、みんな午前午後できますか？時間的にはどんな風になってますでしょうか？はい、古武道と弓道に関してはお昼休みをいただくようになっておりますが、はい、10時から3時頃まで行われます。はい、髪の甲冑につきましては、お昼休みはありませんけれども、ちょっと開始時間が遅くて11時から2時までということの3時間になっておりますので、来た方から順番に、おいでになった方から順番に体験ができます。はい、はい、それから、正面広場のところでは、踊りませんかによる、真田節と霧の神奈岡島をご覧いただけます。また、松代のゆるキャラの六文金も、この辺りに、おりますので、一緒に写真を撮ったり、実際にこの着ぐるみを着てみる体験もできますので、どうぞお楽しみください。はい、毎年大変これは人気ですよね。そうですね。はい、はい、それから、華道の展示が4カ所で行われております。真田邸、旧横田家住宅、山寺定山邸、旧前島家住宅、あちこち真っ白のあちこちのポイントになりますけれども、街歩きを楽しみながらお花をご覧になってください。それから、旧樋口家住宅ではこの日、石州流茶道による、お茶会が行われております。こちらも午前と午後の部ございますので、会費300円でお茶とお菓子召し上がっていただけますので、どうぞお越しください。また同じく、お芝居の体験もこちらの会場でできます。はい、小物、お芝居を使って小物を作るんですよね。はい、これ材料費は、いつもはいただくんですけれども、体験会の時は皆さんご自由に、もういっぱいね、押し花たくさんご用意してますので、好きにレイアウトをして小物を作っていただくことができます。あと、常設展示の絵手紙千佳さんの展示も、見ていただけます。20日はそういった内容になっております。続いて21日の日曜日です。先ほど申し上げた、古武道、弓道、それから、髪の甲冑については同じようにできます。でこの日には、当所の方で当選鏡の体験ができます。こちらパンフレットの方にちょっと間に合わなくて載っていないんですけれども、午前中2時間当選鏡というちょっと珍しい遊びができます。でも簡単にどなたでも楽しんでいただけますので、どうぞお越しください。お花の方も4会場の引き続きご覧になっていただけます。それから、旧樋口家住宅の方では、今度はまたがらりと変わりまして、絵手紙の体験、それから、オカリナと語りの発表があります。はい、絵手紙の方は特に昼お休みもなく、ちょっと時間が遅いですけど10時半から
3時まであります。でオカリナと語りについては、午前中に、30分ずつ交互に2回ずつ発表があったり、演奏を聞いていただいたりできます。はい、絵手紙の方はもう引き続きご覧になっていただけます。語り戦果は三上芝居ですね。そうですね、はいはい、それから、今回初めての試みで香道の篠流泉家さんがお寺で大江寺という、松代支所のちょっと登っていった方になるんですけれども、そこで体験ができます。こちらちょっと事前にお申し込みが必要になりますが、2回、10時半からと12時からの2回の体験できますので、ちょっと事前にお電話いただければと思います。はいはい、参加費500円ですね。そうですね、はい、はい、そうです。はい、その他はそうです、はい、確か、遊学文化祭は、この真っ白2004から始まってずっと着物園遊会という名前で行われていたと思うんですけれども、秋の遊学文化祭となりましたけれども、着物に関する催し物は計画されていますか？はい、着物が似合う松代ということで、着物園遊会ということもやっぱり大事にしていきたいということで、着物専科さんが、着物を着て先ほど申し上げたような体験や発表を、体験してみたり、街を歩いてみたりということを計画しております。ぜひ皆様もお着物をお召しになって、受付は、21日の日曜日の方ですけれども、10時半から出発になりますので、それまでにお越しください。またお着物を自分では着られないわっていう方には、着付けのサービスもします。こちらもちょっとお申し込み事前にしていただければ、着物着付けサービスしますので、着物意識をお持ちになってご参加ください。はい、あと、はい、例年行われている写真撮影会はいかがでしょうか？はい、いつもこの時着物園遊会遊学文化祭の時には着物を着たモデルさん2名に参加していただいての撮影会を行うんですが、今年ちょっと9月ということでちょっと時期が早く、やっぱり紅葉の綺麗な時期にも行いたいということで、こちらに今ご紹介しておりますけども、2本立てで行おうということで、21日に関しましては秋の街並み写真撮影会ということで、文部学校に9時15分までに集まっていただきまして、午前中、いろいろな街や、体験の様子を写真に収めていただく会です。でモデルさんの方につきましては、やはりちょっと秋の紅葉も深まる、今年は11月9日の日曜日に行います。こちらにつきましても、9時にこちらは真っ白城の入り口の方が集合になりますけれども、人力車などもご用意して街を巡りながらモデルさんや秋の風景をあの撮影していただく会を計画しました。そうですね、はい、まだモデルさんも決まっていないんですよね。そうですね、はいはい、ですからモデルしたいという方がおられたらぜひ手を挙げていただきたいですね。はい、はいで、その他その撮っていただいた写真、はい、そうですね、コンテストとはありますか？はい、こちらの方にもご紹介しているんですけれども、毎年松代写真コンテストということで開催しております。締め切りが12月の12日になります。こちら応募要項の載ったチラシになりますけど、ご希望があれば郵送等もできますし、インターネットの方からダウンロードできるようなことも手はずを今準備しておりますので、こちらに応募票もありますので、どうぞご応募ください。秋に限らず一年中、またエコールドの活動に限りません。松代が題材であれば風景やちょっとした、建物の写真とか、そんなのなんかいいかと思います。で、そういった応募した写真なんですけれども、いいですかね、これでね、はい、これ毎年、春夏秋冬ということで年2回発行しているパンフレットになるんですけれども、こういった表紙や中のいろいろなこの写真、これほとんどみんな応募していただいた写真を使わせていただいて、パンフレットに真っ白らしさを紹介するっていうことでもとても有効に活用させていただいてますので、ぜひ皆さん絶賛応募いただければ嬉しいです。ありがとうございます。はい
ありがとうございます、はいはい。それでは今着物園遊会9月20日と21日の催し物についてご紹介いただきましたけれども、その他に行われます9月と10月の催し物についてまたご紹介ください、はいはい。もうすでに、13日から開催が始まっていますが、第12回松代現代美術フェスティバルも、行われております。会場は文部学校や真田家、浅田邸、それから旧前島家住宅、山寺定山邸、ほか松代のいろいろな町で、現代美術の展示があります。開催される皆さんは、松代のこの町並みで美術を飾るということで、もう12回を重ねてやってらっしゃいますので、ぜひご覧になってください、続きまして、松代ハーモニカアンサンブルさんの長野松代総合病院のロビーコンサート、松代病院さんもいろいろ地域に開かれた活動ということで、こういったこともやってハーモニカ専科ということで、ご協力しています。また9月の23日今のハーモニカは9月17日ですね。失礼しました、はいはい、17日の水曜日の夜になります、はい、6時45分からです。はいはい。次に9月の23日火曜日祝日ですけれども、緑の体験教室、こちらお手持ちの盆栽をお持ちください。無料で手入れをします。お時間10時から3時までとなっています。続いて10月の方をご紹介します。10月は松代の、1年でも一番大きなお祭りである松代藩真田十貫木祭りが行われます。これに協賛しまして、コールド松代クラブとしましても、11日の土曜日、松代城二の丸で紙の甲冑を着てみようという体験ができます。この甲冑さんは、次の日の12日の、行列の方では参加の行列に参加されます。また12日日曜日の方では、造山神社の方で造山茶会ということで、石州流さんの茶会が行われます。また12日、文部学校では少年剣道選手権大会なども行われます。はい、また真田祭り終わってからも、いろいろありまして、13日からは、真田邸で11月3日まで、甲冑展で松代の甲冑隊さんの手作り甲冑展が行われます。また、長野松代病院の、先ほどのロビーコンサートと、もう一つ、ギャラリー展というのがありまして、こちらの方では絵画専科が14日から31日まで、作品を飾ります。また10月18日土曜日の午後1時半からは、第48回を数えます、八橋流奏曲の定期演奏会、こちら文化ホールで入場無料となっております。それから10月25日こちらも第18回になるんですけれども、松代藩文部学校武道会さんによる秋の武術武芸会、こちら午前の部9時半から、午後の部が12時半から文部学校の創術所で行われます。先ほど思い申しましたけど、創術所の方は来年はから使えなくなりますので、いいチャンスでいらしてください。それから最後に10月25日旧横田家住宅では横田家の人々語り専科さんのお話があるんですけれども、はい、はいはい。語り専科ではね、2004年から横田家の人々という話をずっとやってきました。横田家というのはつい最近群馬の富岡で、富岡製糸場が、富岡製糸場が、実は世界遺産に登録されたんですけれども、その富岡製糸場へ製糸を学びに行って、それで松代や長野県内の製糸業の発展に寄与したという和田英さん、まあ、横田英さんですけれども、そのお生まれになったお宅で、横田さんのご兄弟には最高裁判所長官を務められたりとか、鉄道大臣を務められたりしたご兄弟がおられたんですけれども、そのご兄弟を育てたお母さん、横田清さんのしつけというのが大変に厳しいけれども、とっても愛情ある育て方をされたということで、我が母のしつけとしてまとめられているんですね。そういうお宅でありますので、その横田家の人々というお話を通して、いろいろなことを皆さんに知っていただこうという取り組みで2004年からやっていて、でしばらくの間横田家ではやっていませんでしたけれども、富岡がそんな世界遺産になったということで、またちょっと目を向けてみようということで、また横田家の人々を横田家でやることにいたしました、はい。それではいろいろな催し物がありますけれども、文部学校が
先ほどからもちょっと出ておりますけれども、今文学賞が大々的に改修してますね。で、その文部学校の文学賞以外の工事についてどんな様子でしょうか。はいはい、先日文化財の方からも説明がありまして、現在の文学賞の方は、来年の3月には完成して4月からは、ご覧になっていただけるそうです。その代わりとして、先ほども言った創術所一番奥のところの工事が始まります。ただ前々から休術所も同時進行という計画があったらしいんですけども、そちらはちょっと日延べになりましたので、はい、来年も弓道体験がしていただけるということだけご報告しておきます。弓、はいはい、道の体験はなかなか、ね、人気がありまして、そうですね、はいはい、よかったですね。はい、はい、それとあれですね、文学賞が終わって、で創術所の工事が確か6月から、ね、頃からということで、はい、来年の4月5月は善光寺の御開帳で善光寺においで大勢のお客様がおいでになる。でそれに合わせて松代もいろいろな催し物を用意して、おもてなしの内容を用意してお客様を迎えましょうという動きが今出てきてますので、はい、まあ、エコルドクラブも皆さんに頑張っていただきたいと思いますよね。はいはいはい、よろしくお願いします。はい、そんなそれにつきましても文部学校が結構大々的に使えるということはとてもありがたいですね。はい、今日は9月20日21日に行われますエコルド松代の秋の遊学文化祭を中心に9月10月の催し物などにつきまして、エコルド松代クラブ事務局の半田裕子さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん、ね、来週の予定の前にお知らせも、はいはい、前回もお話ししましたけどね、はい、若い人たちが集まった現代フェスティバルってね、今やっております。で13日からね、行ってるんですけども、まあ、こういった松代駅、それから文部学校、うん、それから山寺定山邸、それと地下壕、はい、それから、倉田食堂さんね、これ今事務局になってるんですけど、あと街歩きセンター回っていただいて、前島家、まあ、こういったところで、芸術家の人たちが一応自分たちの作品を展示するという形でやっておりますので、ぜひ参加していただければなと思います。それからですね、はい、続いてそれに伴って、まあ、韓国現代美術二人展っていうのをちょっとやってましてね、これはね真田邸の、ね、三バンド像で一応やっております。はい、同じ13日から23日までという形でね、9時から17時まで一応やっておりますので、これもまあ韓国から見えてる方なんでね、ぜひまたこの日本とちょっと違う感じの作品を見ていただければいいかなというふうに。これは入場料必要になりますね。だと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、さてそれでは引き続いて皆さん、来週は宮坂さんですね。はい、同じですね。やっと、はい、来ましたね。違うか。はい、じゃあ来週はどんな感じでしょう。はい、ですね、松代に池田宮という宮があるんですよね。はい、なんだっけ、正式名称は、難しいんだ、ね、忘れちゃったね。はい、玉寄姫、そうそうそう、玉寄姫神社ですね。うん、すぐ忘れちゃうんでね。まあ、池田宮って結構知ってるからね。池田宮でね、はい、通称池田宮って言ってますけども、ね、はい、こちらの方でね、10月の5日の日にね、うん、お祭りやるんですね。はい、今年でね、なんか2回目だらしいですけどね、うん、なんかいろいろこのイベントを用意してみたいでね、ぜひおいでいただきたいと、はい、いうことでね、そんなお知らせも兼ねてね、来週は来ていただくんです。あ、そうですか。はい、はい、どなた、ですね、責任役員、一番偉い人ですね、うん、この池田宮の、あら、宮司さんか、宮司さんの次に長澤さん、その次が大総代の、ね、朝日さんということでね、はいはいはい、お二人に来てお話を伺いたいと思います。あ、そうですか。はい、じゃあ、まあ期待しております。ご覧ください。はい、はい、それでは来週しゃべくり松代、どうぞお楽しみに。お願いします。
しろはあなたの街。しゃべくり松代、また見てね。